アスカ交通株式会社は、東京都新宿区新宿6丁目に本社を置き、東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県にて、主にタクシー事業を営む企業である。また、関連会社にて、ハイヤー事業、自動車教習所を運営しており、2014年には、既存事業者を買収して観光バス事業へ参入した。ラムダ SK ラムダが目印である。 社長の河野茂は一般社団法人東京ハイアータクシー協会の副会長。東京23区以外の営業所は一部を除き自社無線を使用する。東京23区内の営業所は以前は東京無線共同組合に加盟して同無線を使用していたが2016年に日本交通とフランチャイズ提携を発表。2016年末には 日本交通仕様に改めた第一陣が営業を開始し、2017年4月までに完了した。陶器場の本店所在地は、東京都杉並区泉に所在し、本社機能を、アスカ交通グループ最大の営業拠点である、品川営業所内に置いていたが、2005年に、新宿区の現在地へ本社を移転した。1955年からは、 京王交通に社名を変更し、子会社でも、京王を冠した社名を名乗っていたが、京王電鉄から、類似称号訴訟を起こされ、敗訴したため2001年に、アスカ交通へ、社名変更し、京王を冠する子会社の社名も変更した。詳細は遠隔を参照。アスカ交通のタクシー、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  アスカ交通のタクシー、アスカ交通のワゴンタクシー車体色は日本交通と提携しない、営業所は基本的には黒となる。車体表記は前扉の前方側下端にタクシーの表記があったり、前扉と前輪のホイールアーチの間に木こちの表記があるなど、東京無線の黒色車の表記方法に類似するが、 多摩地域や埼玉県内の一部の営業所では白や銀、青白の車両が在籍する。車種は基本的に日産、セドリックのオリジナルだったが2017年頃までは東京都内においては代替車両は日本交通の4車カラーに同スーパーカスタム及びトヨタクラウンセダンスーパーデラックス黒色にセドリッククラシック SV 及び クラウンセダンスーパーデラックス G パッケージを導入していた。また、横浜市内の営業所では、クラウンセダンの導入が多かった。九州前の会社に他社種がある場合はそれも使用しており、船橋営業所では、白いクラウンコンフォートも使用していた。東京無線加盟時代には、クラウンコンフォートを使用していたが、日本交通との提携に伴い新車に代替したり、 独自営業エリアのクラウンセダンとトレードして到達した。また、東京無線時代の黒色車や、前述のトレードで移籍してきた黒色車のうち、クラウンセダンスーパーデラックスの車両は表記こそ、黒色車のものだが、扱い上は、黄色の車両と同様となっている。ジャパンタクシーの発売後は、都内の日本交通と提携する、営業所や横浜市内の営業所では、 同社種の上位グレードの匠を、それ以外の営業所では、下位グレードの輪を導入となっている。なお、日本交通と提携しない営業所のジャパンタクシーの車体表記は、従来の表記を踏襲しているが、ジャパンタクシーや号のラッピングをしている車両に関しては、日本交通と提携する営業所で同様にラッピングする車両とほぼ同一の表記となっている。 ワゴンタクシーとして、トヨタアルファード、ユニバーサルデザインタクシーとして、日産、NV200 タクシーも使用する。かつては、三菱、デリカスペースギアも在籍していたが、これは、京浜、ボラグからの移籍者で、京浜、ボラグでは、ユニバーサルタクシーと呼称されていた。のついた、営業所は2016年12月まで、東京無線に、加盟。 2017年1月から日本交通と提携、のついた、営業所はそれ以外の交通券での日本交通との、提携アスカ交通アスカ交通第2秘帳交通第3秘帳交通第5秘帳交通第6秘帳交通、第7アスカ自動車アスカ交通玉アスカ交通キャブ、アスカ交通カンツリーアスカ交通ニュータウンアスカ、交通神奈川アスカ交通横浜アスカ、 交通川崎アスカ交通川崎中央アスカ交通カスカベアスカ交通千葉アスカ交通吉川アスカ交通ところなおアスカ交通第4は存在しない太平自動車交通昭和交通水保障は朝日タクシーありがとうございます